ことやろ、ことやろ。ことやろですよ、皆さん。元気？どんな1月1日を過ごしましたか？こんばんは。ようこそいらっしゃいませ。お正月から皆さん夜更かしですね。ね、一日中家にいた。私も今日はもう何もしてない。なんとお年玉もらいましたよ。いや嬉しいね。まだもらえたよ。ありがたくいただきました。今これといって欲しいものがないから、まあ大切に使おうかな。もう断って、嫌です。断らないよ。いただけるものはいただきますよ。弟にねだられたけど、誰があげるか言うてあげてないです。絶対嫌だよ。くれくれ言う人にあげたくないよね。ああ。ことよろやで、みんな。お年玉もろて、餅食べて、いやー、31日から1日、どっちもね、ちょっとね、お酒を飲んで疲れてます。はい。稲岡しおりちゃんのファンの方、どうも。いやーあれっすよ、ボジョレーも開けた。ボジョレーも開けたよ。まあこんなもんかなって感じ。普通に美味しい。まあまあでしたね。あとね、ほろ酔いのね、ライムとジンのやつ飲んだんだけど、やっぱね、サンパーじゃだ、あれだよ。サンパーはね、甘い。やっぱ私はまだ水しか知らないけど、水のジンですね。やっ
ぱあれが好きですね、私は。ええ。あとなんか冷蔵庫に入ってる、なんかあの何バーポーレムっていうサントリーから出てるな、そのサワーがあるんだけど、でもそれだとちょっと本当に甘々でジュースでしたね。やっぱジンとかあのワインが好きですね、私は。さあ、ここの電気が取るか、はい、オッケー、こんばんは。今月誕生日ですよ。そうよ、そうなの。誕生日何しよっかな。誕生日ちょっとリップクリーム取ってきていい？リナッチ疲れてるの、眠い、酒飲んで風呂入って眠いちょっと私あれリップどこ置いたかな、リップリップ、うーん、カバンの中に、あ、テレビの音聞こえるか、うん、はいはいはい、カバンを取ってきた。さ、誕生日おめでとうございます。フライングにも程があるやろ。さあ、僕のリップ出てきて。これは出てこない予感がしますね。出てこないフラグや、これは。みんな昨日紅白見た？紅白楽しかったね。うん。新年早々寝落ちしたよ。ちょっとほんとリップどこ行ったんやろ。リップどこ行ったんや。ハビット。私あれ踊られへん。ムズ。シンプルムズ。え、ちょっと本当に、え、私の大好きなあのリップ忘れてきたってこと？ベビーワセリンリップない。ないんだけど。え、ショックショック、え、ショックだわ。リップも、リップ何も持ってきてない。終わった。あー、実家に置いてきたわ。
顔色悪そう。顔出すけど今から、顔出すけど顔色、まあいけるか、ギリギリギリいける。うん、顔薄いな。ママから LINE 来た、このタイミングで。ああ、注文してた家具が届いたって届いたってさ。楽しみや、やっとお家片付けれる。普通にレベル高い。あ、そう、多分ここよりこれぐらいの方が多分目綺麗に見えるこの角度にしよう。ちょっと唇に色欲しい。唇に色が欲しいよ。今日ツイッターに載せたさ写真さ、ちょっと気持ち年賀状風にしてん年賀状っぽくしたくて。なんか載せる写真なくてさ、撮ってなくて全然で、あっと思って、でもだ本当に全然12時過ぎとか起きてたんだけど、どうしようと思って、普通に明けおめで、なんか寂しいな、なんか楽しくないなと思って、で考えた結果、宣材写真とあとステッカー、ガチャのステッカーの時に描いたイラスト、ウサギだし年賀状風にしようと思って、そう急遽今日作った今日作りました。はい、ほんまに唇に色なさすぎる。まつげ上がってるのが唯一の救いやな今日スマホで作った。そうなのよ、一応毎年作ってはいるんだけど今年全然考えてなくて、そうなんです。衛星通信状態になってる、大丈夫ですか。訪れ、いやー楽しい一年にしたいな。なんかね、なんかこれといってなんだろう、私大きな目標、まあ、目標立てるのあんま好きじゃなくてさ、そう好きじゃないねんけど、まあむずい、抱負とか語るのめバリバリ嫌いやねんあんまねそういうの昔から得意じゃなくて、
352日だって。そうだよ、今年の1月1日から、今年じゃない、2022年の1月1日から配信を始め、たまに休んだり、え、でも休んだのが1年365日のうちの休んだのが13日だけってこと？すごいな、私継続してんな、すごい。コーナーさんが200回目の訪問と、あ、どうもいらっしゃい、今年もよろしく。こんばんは。お、アバターがヒョウ柄のウサギになってる。ヒョウ柄なんだ、面白いね。だから、今年は一日も休まない配信を目指しますとか、そういうのもしないんでそういうのもしないんで、なんかさ、別に毎日やるつもりはなかったんけどさ、なんかに日課になってしまいましたね。全然切ってもいいんやで、毎日絶対やれって言われてるわけじゃないし、けどなんかずっと喋ってるし、なんかみんな来てくれるし、なんか喋っちゃう、やっちゃうよね。いや別に寝てもいいんですよ。はい、もうお風呂入ったし歯磨いたし、もう寝よう、もうご飯食べたし歯磨いて寝ようみたいなで全然いいんやけど、なんか配信してますよねうん、いつから続ける気持ちが芽生えたのに、芽生えてはないですよ、別に続けようとか思ってない。お、コーナーさん、明けおめ、あ、ハッピーニューイヤー、ありがとうございます、ありがとう。見るのが日課になったでしょ、そうなるでしょ。いやなんかさ、あのだから、あの NMB の時に毎日ほぼ毎日ブログを上げてたのと感覚は似てるかも。うん、絶対やらなきゃいけないわけでもなんでもないんだけど、なんかみんな見てくれるしなんか日課になってる、なってるみたいな。で、稽古毎日あるのにやってたしな、帰ってくんの遅いのに、それみんな付き合ってくれるし。リラッキー、明けおめです。ドライヤーの音するかな、大丈夫。どうも今年もよろしくお願いします。マジリップ塗りたい、唇が。お、今日、今日なんだけど、ね、おみくじ何が出てる、やだー、コーナーさん、ちょっとちょっと、ねえやだー、ねえ今日じゃん、ねえちょっと頼むって、なんで今日出すやつ送んのねえなんで、ねえおかしいよ、やだ本当に。おみくじ何が出たかなじゃないの、わざとでしょこれ。何、コーナーさんも何が出るかわかんないのこれ、勘弁してよ。今日だったんだけど、やだ明けましておめでとうございます。
どうも今年もよろしくお願いします。そのギフト楽しそうって。私は中吉でよかった。どういうこと、もうやめてほしい、ほんまにやめて、ってマジでえい、わっ来た、来い中吉。ちょっと徐々に上がっていく感じ、これ何、ちょっと中吉なんだけど、ザッチ君のファンレベルが上がりました。あ、応援隊一人目ですよ、ありがとうございます。えいって、中吉は草絶妙で草アケオだって。すごいね、アバター正月仕様にしてる人がいるんだね。僕も中吉だった。おお、どこで、神社行ったん。こんばんは。アバターお正月だるまとか餅担いでる、あ、餅担いでなかった、餅と一緒におる。あの1月一発目のアバターを作りたくて、明日からなんかあのなんかショールームのなんか何や正月イベントみたいな、あの順位競いまくるやつじゃなくて、あのポイントまず達成させたいっていうイベントにイベントやろうと思ってるんで。久しぶりやな、イベントやる、イベントってかやるの久しぶりや。そう、50万ポイントね、ちょっとアバター作りたい、ウサギの。うん、かわいい、本当8期生2人にも今日出してしまったものです。それもびっくりするやん、8期生もそんな今日出すなんて、なんや今日しか出せへんのか可愛い、ありがとう。みんな配信どんな感じで見てるん、寝っ転がってみたり。え、だってさ、かきっちりこう見てる人はおらんやろなあ。髪伸びた、伸びてる、髪伸びるの早い自分で切ったろうか、ザク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 って。いや、そう、今日とある人のさインスタライブを見ててさ、私もその寝っ転がりながら見てたんやけどさ、そう配信いつもする側、喋る側やけどさ、見るのも楽しいなと思って。あ、なんか元気に喋ってんなって元気に喋ってんなって見てさ、配信を見るのも面白いですね。もうちょっとかっこよくなりたいなコメント拾われるのも楽しいよ。あ、拾われた今、おめでとうおめでとう。やんなコメントね、私な、なんかの時にな拾われたことあってさそれはもう
嬉しかったね。嬉しかった。あ、今思い出してきた。そうやそうや、拾われてん。そう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 、そうだそうだ、懐かしい。そう、それがライブ配信のなんかおもろいところでもあるなって思った。コーナーさんのファンレベルが上がりました。ありがとう、応援隊になりましたとさ、ありがとうございます。ありがとうって、こちらこそ。コーナーさんありがとう。アヒル口できてる。もう唇に色ないからもう何やっても無理や。年賀状は書く人、あ、今年作ってないけど、もし送られてきたらツイッターに載せたやつ印刷して送ろうかな。うん、誰かから届いたら。年賀状だから、昔は親がその家族の写真を載せた年賀状を作ってて、ほうほうほう、でそれをまあ送ることもあったんやけど、ここ数年は結構自分で作ったやつ、ここでも3年ぐらいかな。やっぱさ、結構年重ねてくるとさ、親との写真とかちょっとこっぱずかしくなったりさするからするから、あと昔からの友達とかだったらいいけど、高校生からとかの友達とかやとさ、なんか家族のこと、家族とそんな関わらないじゃないですか、高校にもなってくると。弟がいるとかそういうのないし、小学校みたいに。だからなんか家族さらすのが嫌だなとか思って、そう、さらすの嫌だなと思って、自分で加工した、あの、だからツイッターに載せたみたいな年賀状を送るけども、もう最近はもう3枚ぐらいかな。で、昔はほんと何十枚もさ届いてさ、楽しかったよね年賀状。めんどくさいって思う人いたのかな。私はすごいね、誰から来るのかなとか、そういうすごいワクワク感が、あって好きでした。いつからかなくなっちゃったけどね、急に。まあ高校になってからかな、ぱったりなくなったのは。昔ユーリと1回だけ年賀状交換したことある、 NMB 入りたての頃。懐かしい。それだけ1回あったな。可愛いよな、中学生とあの子まだ小6やろ。あ、でももう中1になってるか。いつだ、まだオーディションの時は1月1日とかはまだお互い加入してないから送るわけはないので、あったな、一回。どうもちらっていらっしゃいませ、ようこそようこそ。
クラスみんなで送ったり送られたりあーしたね。車屋さんからの1枚しか来ない、きついねそれは。ねえ、なんか来てほしいよね。来たら嬉しいんだけどな。コメントがおもろいってリナッチに言われるとより嬉しい。ああ、おー、なるほど。たまにな、みんなたまに私のツボに入るコメントを誰かしらするからな。来ないよね年賀状はね。なんなら昔とかなんか初中見舞いとかね、寒中見舞いとかまで来てたのにね。いやーでさ、だ年賀状はないけどなんか明けおめラインとかさあったじゃん。今年一人しか来てないんだけど。え、一人しか来てないっていうか一人しか来てないし私も一人しかしてない。うん、あの一番仲のいい友達にLINE した。来るかなって思ったけど来んかったから私からした。もうあとはあでもなんか年末の挨拶みたいな、なんか今年も1年ありがとうございましたありがとうみたいな、来年もご一緒できますようにみたいなのが2人から来て、あ嬉しいって思って。そういう年末の挨拶もあるんかと思って。でも全然自分からしたらあかんねやろな、こんな明けおめみたいな。でもなんか来るかなって。カーペットの友達、そうですそうです、その子にはおめでとうって。お互い待ってる状況やったかもしれへんな、今送ってない明けおめの人らも。ちょっと待って、明けおめラインゼロだ今気づいた。ちょっとね、仕事仲間とか、まあ仕事仲間だったら仕事で会うからもいいのか。本当に全然来ない誰からも、びっくりした。あ来ない、ね、友達。まあ3期のメンバーとかにもしてないな、してない、しなかった、私もしてない。ダメだねこれ。もう LINE からはさ明けおめって言ってくれたやんなあ、 LINE だけや。メリークリスマスも言って明けおめも言ってくれるんわ。はあね、来ないよ意外と、意外とどころか全然来ない。え、1月2日になっても言っていいもんかな。今年もよろしく、明けおめじゃなくてもなんか今年もよろしくねみたいなぐらい言っとく。誰かなんか来る、ワンチャン来るかなみたいな思ってた人たちとか。生存証明は自らしないと。ちょっとワクワクしてたんやけどな、誰かから来るかなって。全然だよ本当にもう。どうしたらねえ、あサラちゃんにしてないわ。そうや。してない。一番大事やん、送ってなかった。だそういうことやんな、多分今みたいなことやんな。ダメだなこりゃ。あ送ろう、もう私から送ろう。あの3期の仲いいあのこのみんさきピーチューバー、私のグループラインにも送ろう。
私から送らないとな。サラちゃんから来てないですよ。うん。ああ。こりゃもうあれだ。よし、この時間遅いけど、まあ、割と起きてる人いるもんな。忘れられてない、え、やめて、え、やだ。やっぱ自ら存在出していかなあかんねんな、こういうのは。あー、こういうのはちゃんと、うん、やろう、うん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 、分かった、するわ、決めた。明けおめラインえ、そうだ、さ、せっかくさ、マイメロとね、キティちゃんのね、明けおめスタンプ買ったんですよ。けど全然使ってなくて、本当に3押しぐらいしかしてない。マジで使わないとせっかく買ったのに。メリークリスマスも全然使ってないし、わ、せっかく買ったのにな、使ってないな。しゃ、はい、まあ、2時になるし、そろそろ終わろうかな。ね、新年の挨拶しとこう、いろいろみんなにあれやな、今年 LINE スタンプ作りたいな。過去なんか、ええ過去3人ぐらいが買ってくれたらいいかな。ちょっと動いてない LINE グループ動かすの勇気いるよね。そう、いやでも気使わん人たちやし、うん、そこはまあたまに動くのはいいんじゃないでしょうか。へえ、ほんなら新年一発目のランキングを読もうかね。13位からいきますよ。BPM さん、カレー大好きさん、岩の風さん、空飛ぶうさぎさん、 BG チェンジさん、カリアッチちゃん、マソウくん、ひとよさん、ドラッピ、ホリッチさん、ザッチくん。1位がコーナーさんでした。ありがとうございます。とりあえずこの後サラちゃんに送ろう、マジで送ろう。さあ、明日仕事だ、頑張って、頑張れ、仕事の人頑張れ。はーい、大吉出た今日のお詫びにワンちゃん、やったやったやった、コーナーさんありがとう。大吉出たよ。パンダ、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 パンダ。ありがとうございます。コーナーさんありがとう。さ、みんなもありがとう。今年もよろしくね。じゃあ明日また、日付変わってるけど、まあ、また会いましょう。じゃあね、おやすみ